日本三大急流として知られる熊本県の熊川で行われている観光客向けのラフティングが今年で25年目となった。当初は知名度不足で客足は伸びなかったが、今では年間約3万人の観光客が訪れ、人吉、熊地域、人吉市、熊村など重視町村。 観光の目玉の一つとなった。関係者は、熊川はふるさとの誇り、自然を生かして体制の人を呼び込みたい、としている。童心に帰れた、めちゃくちゃ楽しい、11月上旬、熊村戸の熊川。ヘルメットにウェットスーツ、ライフジャケットを着た14人のグループが歓声を上げた。 ガイドは白波が立つ瀬をコースに選び、飛び跳ねるようにゴムボートを操作。初めて挑戦した道県八代市の女性、24、は、大人になってからびしょ濡れで遊べるなんて、童心に帰れた、と満足げだった。熊川は、九州山地を源流に、 人吉市や熊村を経て八代海に流れ込む総延長約115キロの一級河川。九州で観光客向けのラフティングを楽しめるのは熊川水系だけで、観光客が増えるのはおおむね4から11月という。口コミ熊川でラフティングが始まったのは1993年。 熊村の有限会社ランドアース会長兼社長の坂田茂光さん50が開拓者だ。高校卒業後、地元の工場に就職したが、観光地が少ないふるさとを元気にしたい、との思いも抱えていた。93年の春、四国、吉野川でラフティングを初体験し、こんなに楽しいものがあったのか、 と衝撃を受けた。同時に、熊川でもできるぞ、と直感。同年7月には会社を設立した。当初は知名度が低く、事業を始めて最初の4年間はなかず飛ばずだった。訪れる客は年間30人ほど。アルバイトをしながら食いつなぐ日々が続いた。しかし企業から5年。 雑誌で特集されると、スリル満点のアウトドア、として、口コミで評判が広がった。